はい。じゃあ、ズームチャンネル、今日は10月30日、火曜日で、火曜日のテーマは、教育なんですけど、教育っていうのは、なんかすべての基本にある部分だと思ってて、これによって結構世の中が左右されるというか、なんかそういう思いがあってですね、結構重要だし、全員に関わる、子供も大人も全員に関わることなんだけど、いまいち関心が低いというですね、特に日本なんか教育予算が先進国で一番低かったり、教育の話題があんまりそのメディアで取り上げられてなかったりとか、まあいじめとかそういうネガティブなのなんですけど、建設的ななんか議論があんまりされてないので、まあ、そういうことをやっていかないかんなという思いで教育をテーマに挙げています。僕自身も、23年間高校で教員やってたんですけど、大学で教師やったこともありますし、あと今小中学校で、ICT の先生方の支援をしているので、小中高大すべて、まあ幼稚園とか保育園やってないですけど、小中高大すべての、まあ、学校種で教育を経験しています。そういう目から見たいろんなことをちょっと提言したりいろいろしたいと思ってます。一応、毎回で恐縮なんですけど、久子さん今日のチェックインをお願いします。私はもう教育に関しては、ここで言う教育っていうのは学校教育のことをおっしゃってるんですかね。いや、そうじゃなくてもいいですよ。あ、そうですか。すごく重要かなとは思ってて、経験としても、まあ自分の、もうずいぶん昔になりますけれども、幼稚園から小中高大学何種類か行ってて、あと子供をお二人育ててますので、保育園から、大学までやって、で、今、孫なんかも小学校とか幼稚園とかいますね。そういうのですごく興味は持ってますし、私自身もそういう意味では、今年くらいまで2年の、主体が教員養成講座っていうのがあってて、丸2年の、あれを受けました。受講しまだまやってんですか？もう終わったんですか、そのコースは。もう終わりました。今年の春に終わりましたね。4月ぐらいに。じゃあ、その教える資格があるの？そういうわけじゃない。私は教員免許みたいなの持ってないので、教員、普通の日本の教員免許が持ってれば、シュタイナー校で教えることができるけども。なるほど。最初からそういう気はなかったので、ただ面白そうだと思って受けただけなんですけど、もう本当にそれは面白かったですね。いろいろと勉強させてもらいました。いや、その話なん聞きで、たいな、なんかな。あ、そうですか。なんか、まあ、僕も一応テーマはあるんですけど、ちょっと後でそのあ、話聞かせてください。そうですね。後半で、で、このじゃあ間デ一ンマーク行った時も、学校、森の幼稚園とか、森の幼稚園、デンマークの公立の、なんて言ったっけ、名前忘れちゃいましたけど、名前、公立の学校に、見学に行ったりなんかして、子どもたちと接種したりとか、先生たちの話聞いたりなんかもしました。大変、興味深い経験でした。なるほど。先生になりたかったんですか？そういうわけじゃない。ないです。ないです。それはない。先生、ないですね。でもなんかそのデンマークまで行ってわざわざ観光じゃなくてその学校見るって珍しいじゃないですか。ただ学校だけじゃなくて、見たのは、国会にも行きましたし、で、国会議員たちとのセッションとかもありましたし、あとビジネス関係とか、環境関係とか、エネルギー関係とか、そういったのを、スタディートアって言ってましたけど、そういうのを、いろんな分野で、本当は、福祉関係なんかも見たかったんですけど、今回は、それは、テーマに上がってませんでしたけどね。なるほど。そういったところを見わ学かしりたましい。た。じゃあちょっと、今日のテーマは、一応私、教育の扉っていうブログを始め
ったんですけど、それが2007年からで、11年目に入ったんですけど、そんなに毎日書いてるわけじゃないんだけど、アクセスがこの間80万ページビューになったんで、まあ次は100万ページビューあたりが目標なんだけど、100万に行くにはあと3年ぐらいかかるので、まあ一応ちょっとこの区切りで、ブログをちょっと振り返ってみようかなっていうのが今日のテーマなんですね。で、早速ですけど、ブログはこんな感じのブログになります。かわいいハムちゃんのですね、表紙なんですけど、そうですね、グーっていうサービスを使っているんですけど、この有料のですね、ブログの、ページを開いています。まあ、2007年からやってますと。で、これいいのは、このブログ内検索ってできるんですよね。ウェブからじゃなくて、このブログ内で、例えばこれで、じゃあデンマークって言いましょうか。デンマークって入れて検索すると、デンマークっていう言葉に引っかかる、記事がわーっと出てくるんですね、自分の。で、自分のまとめたものを、後からまたね、引っ張り出して読むとか、そういう、昔何書いたかな、みたいな。で、僕も2007年にデンマーク行ったんですけど、その時のちょっと、例えばここで本文読みたくなったか読むとかやると、ここで見てきたことこわコペンハーゲン見ましたみたいなね、記事書いてますけど、まあ、こんな風なブログ検索できますと。で、ここにカテゴリーっていうのがあるんですけど、このカテゴリー自分で設定できるんですよね。任意に自分で設定できて、まあ、教育だけじゃなくて環境エネルギーのこと書いたりとか、なんか自分で実践したこと書いたり、セミナー行ったことの記事書い、報告で書いたりとか、まあいろいろそういうので、分類されてるから、まあ、ここでまあ自分でもこう、なんだ、関心のあるところ、どんなことに関心あって、どんな記事書いたかなって、自分でもわかるし、ちょっと人に見せるっていうか、人も関心の項目で検索できるようになってます。あとは、まあ、最新記事はこの辺にありますと。これは、どこに入ってるんですか？福島さんのブログっていうふうに、あれすれば、うん。あ、教育の扉で検索すると出てきます。あ、教育の扉。教育の扉ってやると最初に出てくると思います。検索の結果で。はい。URL を送りましょうか。大丈夫だと思います。今、書いたから。うん。それで、これコメントも書けるように昔してたんですけど、ちょっとなんかしつこいコメント書いてくる人がいたり、めんどくさいから、対応めんどくさいからやめたんですよ。それとですね、ちょっとこっちの方に持って。で、右側の欄は自分の、まあこれ会社じゃないですけど、事業にリンクしたりとか、まあズームチャンネルって今ね、やってるズームチャンネルにリンクしたりとか、あと、僕ら柏町中カレッジっていうのやってるんですけど、コミュニティカレッジっていうのがあって、ソーシャル系大学って言ってますけど、まあ、入学資格とかを取っていくんじゃなくて、まあ、カルチャーセンターみたいなやつですよね。カルチャーセンターの民間版みたいなやつなんですけど、いろんなところで、いろんな名前で、こう、大学があるわけですよ。市民向けの大学なんですけど、そういうののネットワークを持っているので、そういうのの、まあ、活動であるとか。あとは、こちらは割とスピリチュアルな、精神世界のお話とか、宇宙とか、なんか、コンサル、私がやってるコンサルティング系のお話とか、そういうもののリンクがあったりします。まあ、要は、ちょっと今何にリンクしてるのかっていうのをご紹介してるんですけど、あと、どんぐり教員セミナーっていうのが、これから先生になる人向けの、教育コンテンツ、動画がですね、200本ぐらい、ここに無料で提供してるんですよ。これは制作順だから、こう順番に、すべて再生ってやると、上から順番に見ていけるんですけど、まあ、最近教育で話題になっているキーワードとか、
何ですか、まあ NVC とかそういうね、久子さんが知ってるのも入ってますけど、まあ要はちょっとね、勉強したいなっていう時に、動画で先生方が見られるような、まあ生徒指導とかね、教科指導とか、最近のアクティブラーニングとか、まあ、いろんな話題の、まあ、ビデオがここで見られます。このだから、オンラインでタダで提供してます。それから、まあ、ハイブリッドオンラインって最近のね、リアルにセミナーやりながらオンラインにもやるっていうページとか。あとは、この辺からはですね、教育に関係したリンクなんですよね。教育系の新聞社とか、新聞社の中で教育の部門ですよね。そこに直リンクされてるので、まあ、教育系のニュース見たかったら、ここからこう、クリックすると、最新の教育の話が全部見られるようになっています。で、見つけたら、こうなんか増やしてる感じなんですけど、まあ、たまにリンク切れがないかどうかこうチェックしたりしてますけど、半年に1回ぐらい。僕のこのページは、だいたい1日見てる人が150人から多いとき300人ぐらいいるんですけど、その理由がですね、多分こっちの、リンク使ってんじゃないかと思うんですよね。ここ来れば一応なんかリンク、だから Yahoo とか皆さん行きますよね、最初です。検索でね。あれと同じで、まあなんかその検索のポータルに使われてるんじゃないかな、的な感じがします。で、ここがアクセス。例えば、昨日の閲覧者 568PV、まあどっかのページを見た人が168人延べでいるっていうことですけど、これが閲覧者のトータルですね。まあ、閲覧ページのトータルで、こっちがまあ IP って言って、まあ、一人一人なんかカウントを同じ人が2回見たっていうんじゃなくて、その一人何人がトータルで見てるかっていうと31万人が見てるっていうことですね。はい。あとはこっちは、まあ、CM が入っちゃうんでしょうがないんですけど。そういった、まあ、構成になっています。はい。ありがとうございます。はい。これが、まあ、教育の扉っていうことで。で、まあ、書いてる記事は、そうですね、教育に関することを主に書いてるんですけど、うん、最新の話題だとか、自分が気になったこととか、それから、セミナーとか、よく、まあ、最近ちょっと、行く回数減ってるんですけど、よく現役の時行ってた、高校教員の時行ってたので、そこに行くと、まあ、ここに記事書いたりしてましたね。あとは、教育と関係ないけど、エネルギーのこととか、まあ、最近の、なんか、他の話題ですか？今、シェアリングエコノミーの方にいろいろ記事貼ってますけど、自分が関心のあることの記事とかが、まあ、いろいろありますと。はい。まあ、これは、なくす理由がないので、そのまま、記事があんまり書かない時もありますけど、今後も続けていこうかなと思っています。まあ、どういう方が見てるのかわかんないですけど、うん、こう、アクセス解析できるんですよね。どんなページを多く見てるかとか、いつ見に来たかとか、そういうのがわかるんですけど、教員採用、の、なんか、教員の卵っていうんですかね。これから教員になろうとしている方の関心が高いような気がしています。見てるところを探ってみるとね。例えば、採用試験の面接の、ね、ちょっとテクニックのこと書いたりしてるんですけど、そういうページがよく見られたりするので、はい。これがですね、まあ、ブログのご紹介でした。はい。なんかここまででご質問とかありますか？ちょっと気になるところとか。いや。教育の扉ってなってるけども、教育じゃない関係にも入ってるってことですね。入ってる、入ってる。まあ、自分のブログ、メインのブログとして使ってたので、最近 Facebook あるからね、Facebook とかにちょこちょこっと書いてますけど、前はこうブログで記事にして、やってましたと。今最後に話された教員の面接とかっていうのは、そういうのがあるんだとか今ちょっと思ったんですけど、教員になるにはやっぱり面接とか試験とかあるんですか？あ、教員は採用試験ってありますよね。
要するに教員免許っていうのは大学卒業っていうか大学でそのコースの科目受けると教員免許っていうのは与えられるじゃないですか。あ、そうなんですか。あの大学で単位取ると、まず大あの小学校と中高ってまた別なんですけど、中学高校っていうのは大学でね、自分が例えば理科の先生で理科の科目いろいろ取ってるんじゃないですか、大学で。プラスその日本国憲法とかなんちゃらとか、うん、教科教育法とかなんかプラスで受けると、まあ理科の教員の免許をもらえるわけですよね。うん、大学卒業するときにそこの都道府県の教育委員会発行の免許状が来るわけですよ。うん、ただそれは免許だけであって、実際に働くとなったら、その例えば私立高校だったら私立高校に履歴書を送ったりとかね。まあ、私立なんか履歴書と面談ぐらいで採用されちゃうってことなんですけど、公立みたいなとこね、県立とか都立とかそういうところは教員採用試験っていうのを受けるんですよ、7月にね。それを受けて一次試験二次試験合格して学校が決まるみたいな、そういう手続きで。で試験の内容っていうのはその科目とか、例えば理科だったら理科の内容の試験があるんですか、それとも教えるってことに対して の試験があるんですか。両方なんですよ。一次試験は一般教養っていうのと専門科目があってね、両方の試験を受けるんですけど、一般教養とか教職教養って呼ばれるものなんですけど、教育心理とか教育原理っていう、まあ、最低限解かなきゃいけないような内容の試験が出て、あとなんか専門のね試験があるわけですよね。それはだから 知識教養系の試験が一次試験であるわけです。それです。まあ最低ライン取らないとその二次試験に行けないんで、二次試験に行くと面接とか、それからちょっとした論文とか、あと模擬授業ですね、最近だとね。実際に先生役やって、生徒役はまた受験生とか試験官がちょっと後ろで見てたりとか、あと集団討論とかね。大学では必ずその教員になるための教育っていうのは受けるんですか。教員になるためっていうよりは、一次試験でいう教育心理とか教育原理とかね、そういう科目があって、そういう感じのものを受けるわけですよね、大学で。知識系のやつ。だ大学教授がその専門の話をわっとして、こっちは覚えるっていう感じなんですけど、だからその教壇に立ってこういうふうに教えるんだよっていう、実務的なテクニックは教わんないですよ。教わらない。教わらない。で、それを教えてくれるのが教育大学なんですよ。教職員を養成するのが教育大学で、まあ、教育大学って今なくて、まあ、教育学部みたいな感じね。大学の中、総合大学の中に教育学部ってあって、なんとか大学教育学部っていう。そこは小学校の教員ですね。ああ、そうなんですか。そう。小学校とか、まあ、養護教諭とかね。養護教諭はあれか。まあ別に、教育学部じゃなくても取れますね。そう。だから一般の大学出て、小学校をやっぱり、教えたいなっていう人は、なんかその通信制の別の大学受けたり、同時にね、受けたりとか、そういうことやってますけど。小学校の先生って大変ですよね。全部科目やんなきゃいけないでしょ。オルガンも弾けなきゃいけないから。オルガンっていうかね。すごいですね。それが大変ですね。体育から何からね、みんなやるから。すごいなと思いますね。難しいですよね。やっぱり教えるっていうことは。やっぱり かなりこうなんだろう、人間としてのあれってなんかこう問われるような感じがするけれども、そんな若い時からやってそんなに要求できないですもんね。だからね、その教える側が完璧で正しいとかね、そういうスタンスがそもそも、なんか無理があるっていうかね、そうですよね。サラリーマンみたいなもんなので、
多く要求しちゃいかんなと思ってるわけですよ。むしろこれをやっちゃいけないっていう最低ラインを守らせておいたら、あとはもっと自由にしていいというかね。そこのところが、そうですね、やっぱり要求 しがちっていうか、まあ、そこまで子供が、まあ、小学6歳だと、もう、まあ育ってるっていうあれでは、まあ、6、7歳ぐらいまででできるとは言いますけれどね、やっぱりすごく影響を、その人、子供の、なんだろう、人としてのよ、こう、なりところにすごく影響を受ける人だと思うから、はいはい、なんか、やっぱりなんかこう、まあ、大人としてはなんかこう、ちょっと求めちゃう感じはしますけどね。そうですね。でもまあ、そのぐらいから、まあ、いろんな人がいるんだっていう、世の中にはあって、そういうふうなこうあれができていけばいいんですけどね、なかなか難しいですね。難しいですね。そうですね。ここから先はまあ大体ちょっと前半の話を終わったので、自由に会話する感じなんですけど、今鈴木さん、あーさん、あーさん、お、なんか声がする鈴木さん、ちえさんって方が今入ってきました。こんばんは。こんばんは。聞こえますか？あ、はい、すいません。ミュートになってなかったですね。あ、いいですよ。これ、自由におしゃべりするコーナーなので。あ、そうですか。ちょっと今日は娘が一緒にいるんで、はい、耳立つさんから、はいはい。お願いしたいと思います。ありがとうございます。はい、こっち冬時間になったんですよ。イタリアにいるんですけど。あ、はいはいはい。なんで、てっきり時間を間違えてて、遅れての参加になりましたが、させていただきます。はい、お願いします。ぜひぜひイタリア の教育のお話も聞きたいです。ね、うん、あ、そうですね、はい、ちょっといいです、今日耳だけだ、が落ち着けば、はい、落ち着いたらまたちょっと話したくなったら待ってきていただいて。そうですね、こちらでミュートにしていただけますか。ちょっとミュートしますね。はい、ミュートします。ありがとうございます。はい、じゃあ話したくなったらなんか手を挙げるとか、ミュート解除とか、まあなんかチャットに書いていただくとかしてください。今なんだっけ、ね、久子さんと話してたのが、そのどうやったら先生になれるかみたいなね、話をしてたんですけど、割とそういうのも僕らとしては常識だけど、普通の人知らなかったりとかね、いうことあると思うんですよね。で大学の先生っていいんじゃないですか。大学教授、大学教授って全く免許いらないわけですよ。あ、じゃあ私もなれるってこと？そうそうそう。あ、本当。そう、だから特になんか民間の普通で会社働いてた人が大学の教授になったりとかね、うん、ありますけど、なんかその大学教員採用試験みたいなのないわけですよ、大学の先生っていうのは。うん、だから、すごく教えるのが上手い人もいれば、全くダメな人もいるのね。そうね。やっぱりできる人とあれと違いますもんね。自分ができてもね、勉強できても教えるっていうのとまた教えるのまた違うので。そうですよね。はい、でさっきの話戻ると、そう、先生にね、そのなんかものすごい聖職者みたいなね、スタンスで、なんかそういうスタンスを求めると、やっぱ無理があると思ってて、その何でもかんでもね、子供のしつけから何から、みんな生活指導からね、放課後の部活まで全部今先生がやってるんですけど、それはね、全くその過重労働なわけですよね。何かを捨てていかないと、もう本当に立ち行かないっていうか、まあ、精神疾患の先生がすごい多いんですけど、うん、病気の先生も多かったりするんですけど、フィジカルにね、体が続かないとかいうのもあるんですけど、そこまで追い込まれている状況がなんかあまりまだ理解されてないっていうかね、それでも先生に頼ってる現状があって、なんか一つ行事、やめようとするんじゃないですか、昔からやってる。例えばじゃあ、音楽祭があったけど他の学校あんまりやってないからやめましょうみたいになった時にね、ものすごい保護者とか、あとは子供からも反発があるわけ、なんでやらないのみたいなね。そうするとやめられなくて、でもなんか他の、今度は道徳が入ってきますとか、英語教育が入ってきますとかね、それはそれで必ずやってくださいみたいになってるから、荷物を全然下ろさないのに、山道をね、どんどんこうリュックの
荷物が重くなっているのが現状なんですよ。そういうふうに聞いてます。すごい大変だなと思います。あの小学校全教育教科をやるっていうのは何か意味があるんですかね。意味があるっていうかね、あの基本クラス経営じゃないです。クラス単位でやるじゃない、うんね、自分のクラスは自分で面倒見るっていう、うん、あののが、まあ、今の小学校のねやり方なんですよね。で中学校から専門的に、うん、あの、うん、専門教科で分かれていくわけなんですけど、で一応クラス担任もいるわけじゃないですか。中学校はいるいる。そんなの方が小学校も良さそうな感じはしないでもない、ね、そういうふうに運用 してるところも若干あります。あの 理科専科って理科に特化した先生が入ってたり、音楽専科って音楽の授業とだけはね、あの音楽の時間にこうその教室移動してね音楽してやるとか、まあ、そういう運用のパターンはありますよね。だけど、うん、ほとんどの学校が自分で全ての教科をやってるのが今の小学校です、うん、それで私よく知らないけれど、どれだけのその自由っていうか、あの教え方とかあれとかに内容とかにその教える先生にそのなんだろうこう誘導があるじゃん、誘導があるのかなとか思ったり、うん、ああそうですよね。あのまあ、僕今小中学校行ってるんでよくわかるんですけど、ね、学習指導要領っていうのがあるんですよ。文部科学省が決めてる、何年生では何を扱って、例えばあの教えなきゃいけない漢字はこうですよとかね、算数だったらあの何桁の掛け算までというふうにするとかね、細かく決まってるんですよ。だからとにかくそれをきちんとやるっていうのがもう最大のミッションになっていて、学校の先生の、うんうん、だからそこで落ちこぼれをつく、あのなるべく出さないような教育をしているっていうのが日本の現状なんですよね。だから例えばその算数の力がすごくあって、もう小学校2年なんだけど 5,6 年の学力があったとするじゃないですか。だけどその技は使っちゃいけないんですよあのなんかもことによっては答案にバッテンがつけられちゃう、これは何みたいな書かれちゃっておかしいでしょ。なあ、そういうのもあるし、そういうのを落ちこぼれの反対に吹きこぼしっていうんですけど、能力ある子が日の目見ないっていうこともあるし、あの、うん、なんだ、基本的なね、あの、足し算引き算が分かってないのに、もう2年、3年になれば、それは完全にマスターしたものとして授業が進んでいくわけね。うん、だって例えば1年2年の教科書終わってるという前提で3年4年っていうのが作られちゃってるから、だから分かんないことはずっと分かんないわけですよ、うん、だから結局今言われてるのはそういうパーソナライズされたね、あのちゃんと教育システムがないとそういう、 もう差があるのが当たり前なわけじゃないですか。なのに一律でやってるっていうのがいかにも明治昭和っていう感じでね、なんか今度2020年かなんかに、なんかあれが変わるっていうふうになってる。あ、入試です、入試。大学入試。入試が変わるんですか。入試が変わるんです。大学入試変わるっていうことは、高校の、その、まあ体験が変わるわけですよ。まあ教科も変わるし、あの試験の内容もかなり変わってくるので、あの、センター試験みたいに一点刻みでね、序列するようなことやめろっていう話になってるんで、変わるんですけど、そうするとその、まあ、高校のスタンスっていうのがあの中学小学校にこう降りてくるわけなんですけど、うん、徐々にねその影響が、うん、あるかっていうことですね。そう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 、あのいや私が どれだけその自由度があるのかっていうのもあれなんですけど、あの私のすぐ近くっていうか、もう家の前に、あの、大田区立、私いましたっけね、金どこかのところで。あの、大田区の区立の小学校があるんですよ。はい。で、そこに、あの、私の孫が通ってて、小学校の3年生なんですけど、で、私もちょっと興味あるから、あの、入学式の時も行ったし、授業参観の時も時間が合えば行ったりなんかしてるんですけど、うん、なんかそこの学校は、あ、今年校長先生が変わったんですけど、入学式のとか行った時から、その、ここは学校は、その、自分たちで考えるっていうことをまずしてくださいみたいなこと、うん、話があって、はい、
なんか随分私たちの時と変わったんだな最近はとか思ってたんですけど、うん、であの教室なんかもあのだ廊下側の壁がないんですよ全部、うん、吹き抜きになってて、うん、だから1組から4組まであるんですけど、あのどこにでも入っちゃえるっていうか変だけど入っちゃえる、はい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 、なのであの私なんかもうあの授業参加の時はもう1年生から6年生まで時間があればあの訪問してみたりなんかしてるんですけど、なんかすごくこうでもう教室教室にこう、ま、自分で考えて、で次にお友達と話し合ってで決めてあの行動に移すみたいなのをなんか標語みたいにって書いてあったりとかね、うん、するし、でこの間9月に授業参観に行った時はそんなに行かなかった、2時間目の時に算数の3年生の算数のやってたんですけど、でそれ前から娘からちょっと聞いてたんですけど、その1組から4組までのあの全部同じテストをして、で自己申請であのよくできた普通とかってよくできなかったっていうのと、自分自己申請でこう手を挙げるとかやって、それであの 1組から4組まで全部一緒になって、あのあんまりできなかったっていうグループと普通っていうグループとできたっていうグループに分けて、それぞれにあの先生がついてこう進めていくっていうことをやってるらしくて、で私が入った時はその3桁の数字かける1000っていうのを算数でやってたのね。で3桁だから、うん、例えば100のくらい、例えば123かける1000っていうのを出してて、でこれあの分かる人みたいな感じでこうあのはいはいはいっていう生徒が言って、うん、でなんとかくんとか言って、それで前に出てこう説明するわけ。で一人はあの100×1000 はいくつで、それから 20×1000 はいくつで 3×1000 はいくつって出して、そのトータルするのが答えって出して、他にとかって言って、ではいはいはいとかっていう感じで、で別な子はまた前に出て説明して、ただあの123に0を3つつけてで答えにするとか、で他にとかって先生決め言ったりとかして、であのはいとか言って手挙げてって、で先生がそれノート見て、あこれはこのなんとかこれと同じねとか言って、他にとか言って、で自分が好きなよう好きなのを選んであの計算しなさいみたいなことやってたのね。はい、そんなんとかちょっと長くなってごめんなさい。でその時その後に6年生のクラスに行ったらば、歴史のクラス、歴史をやってたんですよ。で徳川家康が参勤交代をの制度をあの導入したっていうかやって、そしたらば三代将軍の家光がその人数を減らすように三級交代の時のっていうふうにあの指令を出したと。でこれどうしてだと思いますかとかって生徒に聞いてるわけ、先生が、はいはいはい、そこをなんか手を挙げて、それはやっぱり経費を節減するためじゃないですかって言った、うん、あそうなんだ、そうやってこうあれあのなんかこう節約の支えをさせてあげようと思ってやってるわけねとか、なんかそんなこと言ってて、うんうん、でその時もピンポンってあれが鳴っちゃったんで、私そこでその時は終わったんですけど、その次の時間がまた3年生のとこ行ったらば、3年生の1組から4組まで全部こう廊下側のこうみたいに集まってて、うちの孫は そのクラスが一番好きらしいんですけど、なんか1組、その時は、1組のなんとか君のお父さんが、長くギリシャに住んでたことがあってて、でそのお父さんが前に出てパワーアップを使ってあのギリシャの説明をするわけですよ、はい、ギリシャにたくさんね神様がいるんだよとか言って、うん、でなんとか
神様は何とかの神様でとかと、うん、そんなこと言ってて、ちょっと私も立ってつらかったんで、それで書いちゃったんですけど、あとで聞くと、その次お母、誰とかのお母さんが、チリかなんかの、なんかに住んでたことがあってて、で、その説明をしてたとか言ってて、そんなこと言ってて、いつも誰かのお母さんとか親とか、なんか誰か、違う人が来て、先生じゃない人が来て、こう、1組から4組まで集めてこう説明するらしいんですけどね、そのクラスが孫は一番好きだとかって言ってましたけど、うん、そういう感じだから、なんか随分なんかこう変わってるなと思ったんで、特別な学校でも大田区立だから、やっぱり一応決まったあれは教えてるんでしょうけど、教え方が違うのかとか思って、どれだけのその自由度があるのかなっていうのをちょっと聞きたくて。あ、そういう意味ね。あのね、うん、結構だから学校に任せられてるところもあるんですよ。一番大きな縛りは、何年生までに、例えばね、3年生だったらこういう単元でこういうこと学びますってあったとするんじゃないですか。それはクリアしてるっていうのが条件になってるから、必ず、まあ、なんか単元のテストがあるんですよね。全国統一的な感じのテストってあって、まあ、それ業者が作ってるいろんなテストがあって、それでまあ学力が測れるようになってるから、内容は似てると思うんですよ。どこも。いや、全国的にね。だけど、その教え方はそうやって、さっきのアクティブラーニング系の授業って言ってて、割と生徒に主体的にね、動かすっていうか、そういう授業やってるところもあるし、もう、とにかくノートに静かに先生が言ったことを板書するっていう授業やってるところもまだまだ多いし、そういう一方的な授業やってるところも多いし、まあ、だけど、文部科学省的にはもっと生徒が関わるような、生徒が発表したりとか、話したりとか、ディスカッションしたりとか、そういうような授業を増やしなさいっていうふうには言ってるんですよ。ここのところで。あ、そうなんですね。傾向としては、単に先生が話していることをなんかメモして、記憶マシーンみたいにね、なってるっていう状態の授業を、変えてきなさいっていう話になってます。やっぱりそういうのって、やっぱり先生のとか校長先生なんかの、その意識のあれとかで、やっぱり随分違ってくる。さっきのね、その学級をほら、習熟度別っていうんですけど、その、できる状態によって再編成して、授業やってるわけじゃないですか、担当者変えて。だからそこでもクラス単位ではやってないわけですね。そういう運用っていうのは学校の、まあ、職員とか、まあ、最終的には校長決裁っていうんですけど、決めていいわけなんですよ、それどうやってやるかは。必ずクラスのまとまりで1年いなきゃいけないっていう縛りは全くないんですよね。だ例えばその全員が一つの大きな巨大な空間に一つの教室に入ってて、そこを複数の教員が毎時間担当するっていうやり方しても別に文句は言われない。なんか、一回そこの掃除とかなんか植木の世話とかしている人にちょっとおしゃべりしたときに、ここの学校はね、すごくもう校長先生がよくて、それでやっぱり各一人一人の先生もそれに習ってっていうか、あれですごくいいんですよ、自分はもうたくさん学校でこういう仕事してるんですけどとかっておっしゃってたから、ああそうなんですか、だからちょっと変わってるあれなのかなって。ちょっとね、会社の組織と一緒で、トップのあり方とかやり方っていうのがすごく影響するんですよ。特に鍋蓋みたいな組織なんで、ピラミッドっていうよりも鍋蓋ですよね。校長、教頭がいて、その下みんな平社員みたいになってるわけだから、学校って。なるほどね。じゃあやっぱりいいところにあった、何をしていいかっていうのはあれですけどね。だから校長先生がいろいろ社会の変化とかそういうものをね、あるいはどういう生徒を育てたいっていう、まあ意識というか、そういう方針を頭の中でしっかり組み立てていて、それを繰り返し自分が言って、それをやらせたりとかね、そういう学校と、まあ任期が3年ぐらいだから事なかれで、まあ、大体前任者と同じことやるとか、まあ、危ないこと、橋は渡らないとか、大概他の学校と同じことをやっとけばいいっていう校長だと、職員も別に工夫もなく、同じことを繰り返すっていうね。うちの息子の時もね、小学校の時になんか先生が言われて、息子ちょっと
悪いというかいたずらっ子であれだったんだけど、他の先生が来て、あの今度の今の担任の先生はもう来年で辞めますから、もう何か事故がないようにあのっていうようなことを、そんなこと関係ないじゃんと思ったんですけど、うちにわざわざ来て言われたりなんかしましたからね、ひどいなとか思いましたね。だからね、まああれっすよ、あの本当にそういうちょっと格差はあるかもしれないね。あの意識が高いところと、まあ、普通の昔ながらのことをやってるところと、うん、そうそう、私もだからあの今のやっぱデンマークもそうだけど、この間うちあのフィンランドの学校のなんかあれがフェイスブックでずっと回ってましたけど、はいはいはい、なんかあの宿題がない、あのあれとかっていうのを当てて、で昨日だったかな、なんかそのフィンランドのあれはなかなかいいわね、あのあれがなくて、でこっちはもうあの今はあの宿題とか言ってかわいそうねとかって私が娘に言ったらば、娘はあのはもう45過ぎてますけど、でも私は自分の時はそれでよかったなと思ってるとかって言うから、ええー、とか思ったりなんかして、それぞれなんかあるんだろうなとは思いましたけど、うん、なんか、彼女も保育園からずっとあれだったし、で、小学校ぐらいからもう塾に行ったりなんかしてたし、浪人して、まあ、大学まで行きましたけど、そう、なんで、自分よかった、それでよかったと思ってるとかって言うから、ああ、そうなんだ。うん、あのね、そう、ちょっと前っていうかね、まあ何年前って正確には言えないですけど、まあ先生がね、その一番効率的なカリキュラムを与えて、先生とか塾の先生がね、与えて、それをなんかこう、頑張って耐えてこなしていれば、成果がどんどん上がって、まあ試験問題も大体そういうもので突破できてっていう時代があったんですよ。まあ、過去ありましたと。まあ、要するにどんだけ覚えてるかっていうことを、あの、記憶再生装置みたいに出せるのが価値ある時代は、それが通用したんだけど、今もそういう時代じゃなくなってるから、そんなのはもう検索すれば出てくるんだから、知識なんていうの。むしろ、それをどう応用するかとか、どう組み合わせるかとかね、そういうことができる人間が今欲しいわけですよ。だから試験もそういうふうになってくる、大学の試験もそうしなさいっていう話になってきてるんですよ。大学の試験が変わると、じゃあそれに向けてやっぱり考えさせる授業をしたりとかっていう流れになるでしょう。だからそういうふうにはなってるんですよね、全体的には。でも社会って例えば会社なんかの採用とかなんかも、あの会社自体がそういったふうにあのなっていかないと、今からあれだから採用なんかの時にその筆記試験がいいとかって、まあ、試験のあり方とか、そういったからもやっぱり変わってくるってこともあるんでしょうね。ああ、そうね、それはありますね。ただなんか基礎学力っていうかね、常識力とか基礎学力とか、そういうものもやっぱり問いたいっていう企業はあって、なんか一芸に秀でてますみたいな、元気な学生入ってるけど、取ったけど使えないみたいな、基礎的なこと全然わかんないみたいなのあるわけですよ。だから、そういう、なんか、覚えていかなきゃいけない部分はあるわけね。あの、検索ワードだって、何も知識がなければ、検索ワード入れられないわけだから、だから、それはなんか、どっちかが秀でててもダメなんですよね。よく言われてるのが。なんか、頭でっかちでいっぱい、なんか、知識がありさえすれば万能っていうわけでもないけど、それが全くないのになんか、あのお友達とのおしゃべりだけこうまくできるとか、そういうことでも困るという、なんかその試験官の面接の時だけうまくやりくりできるみたいなね、能力だけあってもダメなわけで、両方必要って言われてるんですよね。だから難しい、ね、うん、今まではやっぱりこう人と人とのコミュニケーションのやり方とか、そういったのってあんまりこう重視されてきてなかったですよね。今はそれが非常に重要なので、人間的なあれとかっていうのは、やっぱり親が忙しくてそんな構ってられないみたいな感じで、いるから、やっぱり学校に頼ってしまうみたいなところもあるし。そうそうそう、地域社会が崩壊しちゃったので、
地域のおばさんも面倒、ね、おばさんおじさん面倒見てくれないみたいなところも社会背景もありますよね。だから学校にちょっと意識過敏になっちゃって、なんかその全部平等にしろとかね、そういう話もつながっていくし、構造的な問題なんですけどね。そうね、やっぱり社会全体の問題ですね。そうなんですよ。だからそういうのを話し合わなきゃいけないでしょうっていうことなんですけどね。今年からなんか小学校なんかも道徳の、うん、あのが出てきたんですよね。道徳もどうやっていいかわからないから、うん、一応ガイドブックみたいなのがね、あるわけですよ。県とか市とかそういうところが作ったりしてるんですよね。まあそれに基づいてやってくださいみたいな話なわけなんですけど、うん、まあね、今やっぱりいじめとかそういうので大変だからっていうようなこともあるんでしょうけどね。ありますね。ただ中学校なんてあれですよ、なんか毎日なんか心の日記みたいなのがあって、一人ずつね、それになんか自分のその日の気づきみたいな、なんかちょっとした日記みたいなものを担任に提出して、それを担任が毎日添削してるんですよ、全員分をね。だから暇さえあるとなんかそのノート見てるんですよ、先生方が。で、見てどうするんですか。別にコメント入れてるんだよ、コメント入れてるんだ、それに。だからそこで、まあ、生徒も先生も忙しいから、あのなんか交流を図ろうとしてるんだけど、だけどそれになんかあの費やす時間って膨大なわけですよね。でそこになんかちょっと問題事項が書いてあればさ、なんとかちゃんにいじめられたみたいなの書いてあればさ、呼び出して調べたりとかね、ことになっちゃうから、だからあのそういうなんかね、作業が膨大にあって、じゃあ学校の本文って勉強なんだけど、先生方がそういう教え方を学ぶ時間がないとかね、そういうことになっちゃってるね。そうだと思う。いつかあの授業参観の時に行った時に、何年生の時だったかな、彼女が2年生の時かな、あの体育館にあの一部その学年全部集めて、大田区の教育、大田区からなんか派遣されてきた人が、その SNS っていうのかしら、あのあれでこう今もうみんなやってるから、その投稿なんかを、例えばなんとか漫画を使いながら、なんか画像でなんかこう、あの例えばお友達と喧嘩したと、でその人のこう悪口なんかをその投稿したりとかっていうのとかはあれだよねとか、そういったのはこういう場合どうするとどうした方がいいと思うとかっていうような感じで、はあ、今やっぱりこう時代だからこういうことまでやっぱり学校で教えるんだとか思って、そうですね、見てましたけどね、なんか、なかなか難しい時代ですよね、というか。だからね、基本はそういうなんか生徒たちの細かなトラブルを全部先生が省略してね、あのなんか いい方向に持ってってあげなきゃいけない、コントロールしなきゃいけないみたいになると大変なんですよ。それよりもあのそういうことが起きた時にお互いにどうやって問題解決するかとかね、そういうのをちゃんと教えてあげたら自分たちで解決するじゃないですか。そうだと思う、自分たちで解決すると思う、うん、あのデンマークの、森の幼稚園なんかはもう森でみんな遊ばせてるんだけど、あの遊ばせてるって自分自由にしてるんだけど、もう喧嘩しようが何しようが、ちょっとぐらいの怪我とかなんかみたいな、ちょっと危ないなと思うような時も絶対大人っていうか先生はあの口を出さない、手を出さないってことになってて、やっぱりで喧嘩しても何してもやっぱり自分たちで解決するみたいな、やそれがそうそう哲学として浸透してるからね、あの親も分かってるし子供も自分たちで解決しなきゃいけないんだっていうマインドになってるのが大事で、そこを、うん、そうそう、なんかなんて人間をこう信頼してるっていうか、人間のこうネイチャーとしてのそのなんて言うんだろう、その私性善説というか性善説をもう信じてるというかね、はいはい、そういうなんかこう
がもう一般的にこう共有されてる、そういったかあれが。あ、そこはね、大きく違うところなんですよね。日本の場合は、うん、子供っていうのは未熟だから、コップに、ね、水が入ってない状態だから、こちらが与えないと何もできないんだっていう、あの、価値観からスタートしちゃってるんだよね。そう。大きく違いますよね。まあ、それがだから、両方知っててこっちを選択してるっていう、言うならわかるんだけど、そうじゃないから、これしか知らないでこれをやってるっていうのはずっと続いてるからおかしなことになってるんですよね。そうなのよね。そうなんですよ。そうなんです。子供は未熟だっていうふうなあれが、すごくやっぱりありますね。みんなに浸透してると思う。もともともう、なんて言うんだろう、ネイチャーとして人間っていうのは、もうなんていうの、その善っていうか、あれがもう備わってるっていうのが信じられないっていうことだと思う。まあね、まあ日本の教育でね、評価されてるところもいろいろあることはあるんですけど、国際的にね。例えば、震災の時にみんなが人に迷惑かけないで並ぶみたいなのは、それはやっぱり学校教育、小学校のね、そういうちょっと規律の教育とか、そういうのは多分に影響しているわけで、なんか全部が悪いってわけじゃないんですけど、偏りすぎてるのはやっぱりちょっとバランスを取った方がいいかなと思いますね。今、なんかその、初等教育って言うんですけど、小中学校のね、教育ってあまりにもちょっと自分の頭で考える場面が少ないんですよ。やっぱ言われたことを鵜呑みにするっていう教育が行われているので、もっと自分たちで解決するとか、自分たちで問題発見するとか、議論して決めるとか。だから今のなんか子供は自分のスタイルで自分のやり方で学びたいって気持ちは大きいと思うんですよね。だから不登校になってるっていうのは、その一律同じペースでね、やらせられる、っていうこととか、他人の目とか、そういうものが気になるわけでしょ。だから、そこに気づいてあげないと、なんか不登校は悪で、なんか毎日学校来てる子は偉いみたいな、なってるけど、むしろそういうなんか、ちょっと個性的に勉強したい子っていうのが伸び伸びできるような環境をどう作るかが課題ですね。そうですね。今、そういう子が増えてるから、やっぱそこのところ、ただ外れてるんじゃなくて、やっぱりそういった受け皿っていうか、いろんな選択肢があっていいとは思いますけどね。そう、僕ね、デンマークの小学校見学した時一番衝撃だったのは、なんかね、ウォークマンしながらなんか勉強してる子がいたんですよね。で、これ先生注意しないんですかって聞いたら、そしたら、いや、その子は音楽聴きながら勉強するとはかどるから認めてますみたいな話。で、日本だとさ、そう、日本だとそれやるとどうなるかっていうと、あの子音楽聴きながらやってんだと私もいいでしょみたいになって、もう規律の収集がつかないんだけど、デンマークみたいなのは一応個性っていうかさ、それはあの子の個性だからやってる。だ大音量でね、ヘッドホンしてたら周り迷惑だけど、そうじゃない状況においてさ、それに影響されないんだよね、他の子が。そうなのね。うん。もうお菓子食べながらやってる子もいればね。そうそうそう。それ自由ですよね。あとね、廊下が異様に広かったの、僕が見学行った小学校は、デンマークの。で、これなんでこんなに廊下広いんですかって、教室の半分ぐらいあるからね。そしたら、廊下でこう暴れたりとか、こうかけっこしたりする方がいいんじゃないですか。だからそういう子が危険がないように大きく取ってありますっていうのね。子供っていうのはもう本能的に、そういう、廊下走りますと。ね。だから、もうそこをちょっと半分運動場みたいな感じで、なんかわざとこう開けてるっていうさ、すごいなっていう。そうですよね。でもね、私、小学校の、運動会の、孫の運動会に行った時ね、公立の小学校なんですけど、なんかすごいね、こう、なんだろう、白と赤とかって、こう、一応、分けて、こう、競争とかみたいなことするんだけど、でもなんか相手方にすごくね、こう、なんか応援したりとか、なんかあれして、こう、綱引きとかなんかしても、ありがとうございましたとか、言ったりなんかすると、これすごいなとか思って、なんか、そ
それって私たちの時はそういうのはなかったなと思ったりなんかして、まあ、僕らの時代は欲しがりません勝つまではみたいな昭和のさあれね、あの頑張って勝たなきゃいけないみたいな価値観でねやられてるから、そういうのもだから少しずつ変わってるのかなっていうのもあったけれどね。でも話は違うけど、デンマークの時に行った時に高学年の国語のあの授業に行った時に、えなんかねあの先生のあのなんていうの正面にあのなんだっけあれはボティチェリのヴィーナスかなんかのこう絵画が出てるわけ、はい、えこれ国語の時間だったよねとかって美術の時間じゃないよねとかって言ってたわけ でもそれはその国語とかコミュニケーションとかその絵を見てその時代とか描かれた時代とかその色の使い方とかそういったものとかを勉強することによってその人のこうとのコミュニケーションを学んでるんだとかって先生は説明してましたけどね。なんかだからはーという感じで言ってましたけど、なんかやっぱりちょっと違うなっていう感じしましたね。それだからあの なんていうのかな、教科融合型の授業ですね。美術と国語とか、あるいはちょっとメディアリテラシーっていうちょっと情報系の話とか、そういう、まあ、教科がなんか境界がなく混じってるよね、うん、ねアプローチみたいなのは、うん、まあこれからもっと増えると思いますけどね。環境問題なんて理科と社会とあの分けてやってるのおかしいじゃないですか。それが一緒なわけだから、そういうものは増えますよね今後はね。うんもう環境問題とかね、もうみんな国民全体がもう環境問題っていうのを意識してて、いろんなことについてあのもうちょっと子どもから大人までちょっとしたことでももう本当環境に影響するからとか、もう一つ一つの行動がそれに即してやってるっていうのもやっぱりそういうのもやっぱり教育でしょうね。国民全体がそういうふうに教育されてるっていうか、すごいなとか思いましたね。うん、いや、ね、今日も、うん、そろそろ、そろそろ10時になるので、そろそろ終わるんですけど、そうなんです。何、うんうん、ですか、今、その話はちょっと聞きたい。そうそう、高学年のその時に、高校の時間の時にあのあ、私たちグループで行ったんですけど、その人が、あの学生にっていうか、その、あのどうして学校に来るんですかって、どうして勉強、学校にして、学校で勉強するんですかって聞いたらば、うん、あの、一人男の子がこう手を挙げて、あの、それはあの人生を楽しむためですとか。おぉ、素晴らしい。すごい、さすがとかって思った。さすがっていう言い方変だけど、と思いましたね。いやね、デンマーク人ってそうらしいよ。なんか、人生を楽しむために生きるっていうのがみんななんかあちこちであるのでっていう話は聞きました、行った時にね。働いてる人も何もとにかくそう楽しんでますかみたいな話題になるんだって。で 人に楽しませるのも自分が楽しいっていうかね。だから仕事でもあの、まあ、なんか製品作ったりとかなんかこうあれしても授業をやるんでもこう人を楽しませるのがためにそれをやってるみたいな感じ でそれがこう楽しんでもらうことが自分の楽しみみたいな感じかな、うんうん、みんなそれであればねみんな楽しくていいのね。勉強は苦しいけど頑張れ的なね発想を脱皮しないとダメですね、うん、はい、うんはいはい、じゃあそういうわけで、はい、今日も時間になりましたが、はい、はい、またあの録画を残して他の方がねいろいろ参考になればいいかなと思ってます。幸江さんなんか聞いてて、うん、なんか一言ありますか。いるかな、いるかな、あ出てきた、あ出てきた、はい、どうも、あはい、あの聞かせていただきました、うん、あそうですね、同じヨーロッパでもだいぶやっぱりあの北のヨーロッパとイタリアの現状はだいぶ違うんじゃないかなっていう、うん、あの印象で、私も子供が3歳なので詳しく
まあ、わからないっていうのが正直なんですけど、こっちはモンテッソーリの発祥の地で、モンテッソーリの学校はたくさんあるんですけど、なんかそのモンテッソーリ教育自体はすごく面白そうだなと思ったんですけど、見学に行った時にやっぱりその先生のあり方が、なんかちょっと、教材とかはモンテッソーリのものを使っていても、その先生の、なんていうのか、あり方というふうにしか言えないんですけどね。なんかちょっと私にはちょっと違うなと思って、そこを やめて、今普通の、公立の幼稚園に娘を行かせてるんですけど、はい。で、先週私、スコットランドのフィンドホーンっていうところに行っていて、1週間。で、フィンドホーンも素晴らしいところで、もう、なんかこういうところが地球にあってよかったみたいな感じですごく、いろんな、面で満たされて、食事とか自然とか、その愛のある場所っていうか、その人のつながりとか、自然とのつながりとか、すごくほっとして帰ってきて、何かこう、自分の家からそういう、なんていうんですかね、まあ、簡単なんですけど、こう環境に対してはすごい文句言っちゃうんですけど、イタリアはこうだからとか思ってしまうんだけど、何かこう自分の中から始められることはあるなと思って、そんな感じです。はい、面白かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。イタリアはあれなんですよ、国際的には教育ではレッチョエミリアっていうやつが、ね、有名、名前聞いたことあるかもしれないですけど、幼児教育はね、進んでんですよね。でもそれも北イタリアの方ですよね。なんかもう本当に北イタリアの人がローマに来ると違う国なんじゃないかっていうぐらいなんか違うそうなんで、なるほど、多分人々の意識がだいぶ違うような感じがしています。もしかしたらその私の周りにいる人の印象も多いと思うんですけどね。なるほどですね、はい、ありがとうございます、はい、はい。じゃあ久子さんも一言最後になんか今日の感想とかあれば。あ、楽しかったです、もっとイタリアのお話も聞きたかったね。イタリアなんじゃね、はい、このお話も聞きたかったけど、また今度お願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。今日ちょっと僕もチェックアウトすると、まあ、今日最初の方は、僕のブログのお話をしたんですけど、11年目迎えて、こんなことやりましたっていうお話をしたんですけど、久子さんとは、デンマークの話でね、いろいろ盛り上がって、ちょっとデンマークに行った、ところからそのブログスタートしてたんで、まあ、今日はその振り返るのとそのデンマークの話が重なって面白かったなと思ってます。毎週火曜日教育やってるんですけど、やんない時もあるんで、僕がちょっと夜都合悪い時は僕のタイムラインのところに今日やりますとかやりませんとか書いてあるので、福島のタイムラインをちらっと見てから来ていただければと思います。はい、では今日もありがとうございました。じゃあこれで失礼します。どうも、さよなら。